画面の前の皆様、こんにちは。ベルクラでございます。やっていきましょう。デッドバイデイライト、久しぶりのプレイグプレイでございます。私のね、好きな構成でちょっと今回挑みたいと思います。はい、まあ、どういった構成かと言いますと、ウルトラレアアドオンでこのプレイグ、面白いものがあって、発電機が発電した時にこのプレイグのゲロが地平度モードになると、その瞬時に変わるんですね、それに、うん、でこれね、何が強いかっていうと、まあ、このそもそも地平度モードになると、これってダメージになるんです。普通のゲロって溜めて溜めて、その汚染度を溜めて溜めてワンパン状態になると。でもこの地平度の場合、それが普通に武器でワンダメージ与えるのと何ら変わりないものを遠距離で放つことができるっていうことで、結構強いんですね、これって、うん、なので、あ、普通のゲロのプレイグ様来たぞ、トコトコって走り出したところに発電機がついてしまうと、もう絶望というね、この構成で来てます。はい、これその代わりその時間が短くなるんですけども、他のもう一つのアドオンによってそれを長くしています、うん、でプラス、もちろん泉でね、吸って地平度モードになる、それでもねもちろんなりますし、この全部 このステージにあるものが全部汚染されると勝手にその瞬間地平度モードになるっていうのももちろんあります。さていきましょう。はちみつ色だ、ここを汚染させていただこうか、ここも汚染させていただこうか、そしてうん、ここいるのか、いるな、これいる何が入ってるんだ、めダメだぞ、こんなとこ入っちゃ。こっち待って、間に合うか、間に合うか、肉壁来るんじゃないぞ、意外と遠い。そして今回のパーク構成はですね、バベチリと、おじけと、破滅といたね、堕落の介入だ、全力疾走か、いいだろ、こうびちゃびちゃにしてやろうか、もう一回、普通に逃げたか、おっとまだ残ってた、ちょっとゲロを与えておこうじゃないか、ほれよし、ワンパン状態になりましたね。発電機がつくのが楽しみだね。そういうことだ、フェイントだ。先にキリ入れましょう。OK。どれどれ。下に連れてってやろう。今回ご紹介したい映画は、よいしょ、ですね、ロストバケーションという映画です。ロストバケーションって前も紹介したんだけども、これ結構怖い映画で、まあ、どういった怖さかというと自然の怖さです、うん、まあ、あるね、母の、亡くなった母のね、思い出の、まあ、母がサーフィンやってたわけです。で、娘もサーフィンが好きだと。でその母が秘密のビーチ、プライベートビーチを残してくれた、うん、まあ、情報としてね。で娘はね、それを頼りにね、そこを見つけていた。亡き母の弔いと、そしてそのビーチでサーフィンやろうと行くわけですね、まあ、そこには男の人が何人かいたんだけども、よく知ってんね、地元しか知らない、地元民しか知らないものをね、みたいな話になるんですが、一人ね、そこでね楽しんでいると、なんとね、実はそこに凶暴なサメがいてっていう、ね、でしかもね、足を傷つけられたまま沖にあるちょっと浮かんでる岩場、浮かんでない岩場があって、その上でね、あ、今これ発電した、
これ見て、チェードモンになったよ。あ、惜しい惜しい惜しい。この時間が割と長いですから。ほらよ。あ、あ、なんつかんじゃ。しかも全員あれだね、もうワンパン状態だね。これがプレイグ様の新しいアドオンだ。もう着いた。さらにまた1からほらチェードモードカウントされてますね。これ続きますよ。まだまだ続きますよ。これやってるだろう。奥に言うとか一回やっとこう。必ず捉えてやる。でその岩場に取り残されて周りは海、そして満ち潮がどんどん迫ってその岩場がなくなってきているっていった状態なんですね。いけるか。よし、届いちゃうんだねこれがね。そしてサメの脅威はどんどんね満ち潮になっていくにつれて迫ってくるわけ。でも外と連絡する手段が携帯があるんだけども、これまたいろいろとね理由があってね。おら、まあぎじらかしてやるぞ。まあこれ以上ねゲロを当てる必要ないんですが、残ってんね。はい、おかえり。しかもおじけで場所がわかる。何何おい。いや、いるな。触ったな、これ。触ったね、触ったね、触ったね。では、泉で補給させていただきましょう。絶望は味わがいい。OK。そういうことだね。すぐ釣ってやろう。傷ついた相手への地平道、めちゃくちゃ強力なんですけども、これ傷ついてなかったとしても、結構やばいです。バベチで見えまくってんだよ。いけるかな？間に合うかな？遠目から吐き出していきますね。心音外から。多分ギリギリまで張り付いてるはず。行くぞ。よし！ダブル！ダブルダウン。しかももう一人奥にいるじゃねえか。ダブルダウン取っちまったな、これ。はーん、戻ってますね。何？逃しちゃしねえぜ。向こう側行ったか。いや、向こう側行ったな。でも一人これ間に合わないですね。あ、向こう行ってた。一人肉フックで死んだな。まずはデッハを吐いちまった君からだと。そして場所がおじけでわかる。綺麗さっぱりわかります。吐いてんね、吐いてんね。あい、何って。あ、次だ。え、あれ起き上がってる。ちょっと待って待って待って、あれ起き上がってる。やるじゃん。だったらこう、そういうことだ。さらにこっから怒涛の攻め。任せろ、遠距離ゲロ放出。 OK からの、見つけちまったぜ。奥にさらに家が、ここに残ってんだ。オーケー、で、歯をそこはきっちり読んでいる。チゲロまではさすがに避けれなかったようだな。これが皆さんプレイグの強さですよ。で、先ほど言ったロストバケーションですけども、これほんとサメの脅威、一人残されたというこのシチュエーション、スリラー、あ、ちょっと
ょっと夏に見たらね本気で怖いんだけども、海行く人とかね、まあ、だいぶもう寒くなってきて、まあこういうところにね行かないとは思うんですけども、非常にね現実味のある怖さ、うん、ファンタジーじゃない怖さがあるので、人によってはめちゃくちゃちびるぐらい怖いんじゃないかと思っております。いたんねえ。さあ君もここに釣ってやろう。いや見事ダブルいったなこれ。気持ちいいな、本当に気持ちいい瞬間だな。プレイグ使ってて、プレイグ使ってて本当に気持ちいい瞬間ってああいう時なんだよね。ぜひとも皆さんプレイグ使いましょう。おっとこんなとこあったか、閉じさせていただきましょう。いいね、しかもこの蜂蜜プレイグよ、甘い美女よ。はい、そんなことでね、よかったら評価の方どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さんの良きゲームライフの方を祈っております。ベルクラでございました。お疲れ様です。チャンネル登録、画面のボタンからベルマークを押すと動画更新時に通知がいきますので、チェックしてみてください。